北方駅は福島県北方市や座町田下にある東日本旅客鉄道番越西線の駅である。小山からの交流電化区間は当駅までで、新津方面は非電化区間となる。小山から当駅までの各駅の管轄は仙台支社であり、当駅伊勢は新潟支社に変わる。かつては日中線が接続していた。 単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。以前は、直営駅で、管理駅として、塩川駅、宇波道駅、合津豊川駅の3駅を管理していたが、JR 東日本東北総合サービスに、業務委託化された。また、会津若松駅の管理下となっている。 S, S 作り平屋作りの駅舎には、緑の窓口、自動券売機のほか、簡易スイ改札機、待合室、売店、自動販売機、トイレなどがある。貸付施設は、観光案内所。国鉄時代は1番線ホームの新潟側に、切り欠き機の4番線があり、朝、晩に、日中線の列車がここから発着していた。また、電車台や、 給水等などの設備も、駅西側の日中戦争に存在していた。旧四番線ホームは減損しており、駅名標が残されているほか、一部の線路が、保線基地に転用されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は654人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。北方市は、倉の町、 ラーメンの街として知られ、駅周辺には多くの蔵や北方ラーメンの店が立ち並ぶ。ありがとうございます。